ばあちゃんってば、どうしたの？ため息なんかついてさ。いや、なんでもないよ。ばあちゃんの態度気になるってばよ。さくらちゃんなら何か知ってるかな。ナルト、ってあれ、長次もいる？二人で何やってんの？ちょっと、今度の任務について話をしてたんだ。で、あんた、私に用があったんじゃないの？ああ、そうそう。あのさ、綱手のばあちゃんのことで聞きたいことがあるんだけど。師匠のこと？というわけで、綱手のばあちゃんが元気ないんだけど、理由って知ってる？もしかしたら疲れが溜まってるのかも。疲れ？ばあちゃんが？このところ仕事の量が半端じゃなかったから、さすがの師匠も疲れたんじゃないかしら。へえ、そりゃ大変だってばよ。私もどうにかしてあげたいんだけどね。だったら甘いものを食べるといいよ。甘いもの？なんで？甘いものには疲れを和らげる効果があるからね。おかげさまにとびっきり甘い食べ物をあげたら喜んでくれるんじゃないかな。甘いものね。綱手のばあちゃんにはいろいろと世話になってるし、ここらで借りの一つでも返しておこうかな。それなら私も協力するわ。面白そうだし、僕も行くよ。サンキュー、さくらちゃん、長次。甘いものっつったら団子屋の姉ちゃんに聞くのが一番だな。よし、そんじゃ行ってみるってばよ。姉ちゃん、姉ちゃん。はい、何かご用ですか？あのさ、とびっきり甘い団子を買いたいんだけど。ごめんなさい、実はもう売り切れちゃったんです。本当にすみません。なあ、どうにかならないのか？そうですね、とびっきり甘いのが欲しいなら。なんかあんの？砂隠れにとても甘いアイスクリームが売ってるそうなんです。砂隠れ？遠いね。でもそのアイスを持っていけば、ばあちゃんすげえ喜ぶかも。行く？行くっきゃね。それじゃ、いざ砂隠れ出発だってばよ。
坊ちゃん、砂隠れに甘いアイスが売ってるって聞いたんだけどさ、知らねえ？私のアイスもついにこの浜まで名が広がりやしたか。嬉しいですね。え、あなたがアイスを売っているんですか？ええ、数ヶ月前から始めた商売でして、なかなか好評なんですよ。あのさ、俺たちもアイスが欲しいんだけど。いくらですか？いやいや、お代はいただきやせんよ。その方には以前大変お世話になりやしたけどね。え、いいんですか？おい、サンキュー、おっちゃん。アイスが溶けねえうちに木の葉に戻るってばよ。ばあちゃんとこに向かうってばよ。ばあちゃん。なんだ、みんな揃って。ばあちゃんってばすげえ疲れてるって聞いてさ、アイスを持ってきた。あ、アイス？疲れてる時は甘いものが一番。で、長次から聞いて、砂隠れから持ってきたんです。砂隠れだと？道理でドロドロになってるわけだ。さあ、ばあちゃん食べてくれってばよ。美味しいですよ。
さあさあ、師匠。勘弁してくれ。逃げた。どういうことだってばよ。ナルト、どうするの？どうするもこうするも、せっかくここまで苦労したんだ。ばあちゃんには絶対に食べてもらうってばよ。それじゃすぐに追うわよ。まだ遠くに行ってないと思うわ。おう。少しでいいから食べてくれよ。そのだな、うん、私は甘いものは嫌いでね。お前たちの行為は嬉しいんだが。え、そうでしたっけ。師匠いつも甘いお菓子を食べてますよね。ツッコミは余計だ。さあさあ、絶対美味しいからさ。だ、だ、だったら交換条件だ。は？私と勝負してお前たちが勝ったら、そのアイスを食べよう。だが、負けた時はおとなしく引き下がってもらう。なんでそうなんのかわかんねえんだけど。どうした？やるのかやらないのか。しょうがねえ。そこまで言うならやってやるよ。絶対にアイスを食べてもらうからな。うん、かかってきな。はっ。なしだよ。まだだ。おりゃ。負けやしない。手加減なしだよ。まだだ。おりゃ！負けやしない！
どうだ。これが僕の力だ。があるから食べられないってなんではっきり言わないんですか。仕方ないだろう。あいつらは私のためにアイスを用意してくれたんだからな。綱出様、でも元はといえば綱出様が歯の治療を拒んだのがいけないんですよ。今日こそは歯の治療を受けてもらいます。いいですね。うん、分かってるよ。いいことをした後ってすがすがしいってばよ。うん。そんじゃ、俺は他のとこに行くか。さくらちゃん、ジョージ、またな。またね、ナルト。